大相撲秋場所、12日目、19日、東京・両国国技館。関脇大の里、24イコール二所の関の大関昇進、東角は、13日目以降に持ち越しとなった。同じ優勝一度の相撲校舎、東前頭7枚目の若隆系との初顔合わせに敗れ、初日からの連勝は11で止まった。大関昇進目安は 三役で直近3場所33勝で、大野里は小結びだった5月の夏場所で12勝を挙げて初優勝。関脇だった7月の名古屋場所は9勝で、今場所は12勝を挙げれば目安に到達する状況だった。一旦お預けとなった12勝目は、13日目の大関金王戦で再びことになった。前日11日目までは、初日の熱海富士戦と、 11日目の琴勝峰戦こそ際どい勝負となったが、ほとんど相手を圧倒する相撲だった。初優勝した夏場所の頃から、すでに得意としていた右差しに加え、今場所は左の押っつけもさえ、白星を並べた。この日は初黒星を喫したが、11日目を終えて昇進を預かる審判部の高田川部長、元関脇・秋ノ島も、内容がいい。このまま行って欲しいと 大関昇進には障害がないとばかりに注文をつけていなかった。今場所と同様、成績次第で大関昇進の可能性があった名古屋場所は、初日から2連敗、4日目を終えて3敗と、序盤でつまずいた。今場所前に先場所を振り返り、大関取りの意識があったことを認めた上で、それで先場所、痛い目を見た。優勝した5月場所のように 楽しい15日間を過ごせるように頑張りたいと話していた初日の朝稽古後も意識しすぎている部分もあったもう一度攻める意識を忘れずに行きたいと前に出る攻めるというこれまでの大の里を